どうも、宇野美沙子です。さて、今日は私のリアルバッグの中身を皆さんにご紹介していきたいと思います。全部出していきます。じゃん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 。恥ずかしいな、なんかこう裸にされる気分ですね、こうバッグの中身ちょっとね。よし、これで全部。というわけで、じゃあバッグの中身一つずつ説明していきたいと思います。何からいこう。マスク、100均で買ったキティちゃんの袋に入ってます。カーラー、よく移動中はこのカーラーをつけて過ごしてます。うっかりこれをつけたまま街中を歩くことがある。お菓子袋、私の好きなお菓子が厳選されて入ってます。パイの実、皆さん大好きな白い恋人。基本的に家にはパイの実と白い恋人が冷凍庫に入ってます。この辺はサプリ、鉄分のサプリ。これは最近私 の女子会で流行ってるキンズっていうサプリ、納豆とかキムチとかヨーグルトとか食べる代わりにこのサプリを飲んだりしてます。海外で買った肩のコロコロ、前回のツアーで作ったハニーストーリーのツアーで作ったポーチに最小限の化粧なんて書いてます。この小袋に入ってるのは、これは喉ケア、プロポリスリッチスプレー。めっちゃ濃いんですよ、これ、ね、カッてなる超濃厚プロポリスが入っております。あ、くぅ、濃いね。ピコ太郎のピコウォッシュこれはハンドジェルです。ハンドクリーム、ホワイトジャスミンのめっちゃいい香りの。ヘアブラシ、これは蓋付きのヘアブラシなんで、バッグに入れた時にいろいろゴミがつかなかったりとかして、持ち歩きに便利なアングルティーザーですね。なんかこう、もう基本的にお仕事でこういろんなこうなんだ、台本とか何ですか、資料をたくさんこうね、もらうっていうか必要で使うんですけど、そうするとこのようにめちゃくちゃ裏紙がもったいないほどいっぱいあるので、こうやってまとめて確認しなきゃいけないこと、今だったらこの一番前にあるのはツアーのこと、次のツアーのいろんな内容が解禁日とか書いてあります。それがこの ABEX のクリアファイルの中に入ってるっていう。あとはなんだ、これはアクセサリーケース、スタッフさんにいただきました。カメラ、プロっぽいカメラを使うとそれなりに素敵に映るので持ち歩いてます。動画も撮れるしね。あとは財布、あ、やべ、はじけた財布、これヴィトンの三つ折り財布です。財布の中身はまた今度恥ずかしいから、はい、という感じで、これが私のバッグの中身たちでした。楽しんでいただけましたか？バッグは買えますけど、なんか洋服に合わせてとか、この小袋たちはそのたんびに入れ替えております。あ、そして今日持ってきたバッグはこれです。これはめちゃくちゃ愛用してます。シャネルのなんかデニムっぽい生地のトートバッグ、1泊ぐらいだったら全然余裕なので、この子と一緒にツアー回ったりもしてましたね。さあ、荷物をしまって、でも私のなんか人のバッグの中身ってなんであんな気になるんだろうな。よし、はい、というわけで以上、私のバッグの中身でした。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？なんか感想気になります。なんか真似したよとか、これどうやって使うのとかあったりしたらコメントください。見るの楽しみにしてます。以上、今日はバッグの中身でした。じゃあねー。